はい、さあ、沖縄の鈴木です。さあ、今日もね、スタディバレーやっていきましょう。3年目、春9日目。明日の天気は、一日中晴れ。占い、今日の占いは、ごく自然な感じです。じゃあ今日も砂漠行ってみるかな。で、子供は、おはよう。こんなところで遊んでんだ。いいな、かわいいな、子供。これで地下室での作業は終わり。よいしょ。回収しての冬。
もう12時過ぎてるよ。あれ、持ち物がいっぱいです。ブルージャス。なんかな、ついでと。これでようやく。ちょっと整理して、荷物を整理して。ああ、また、2日目の、もう、違う。荷物を何だっけ、傾くか、これの使い方が分かんないです。それからで、まあいいや、というわけで行ってまいります。砂漠、今日こそ砂漠のやつをもうちょっとね。あそこ本当にイリジウムあるんだか、なんかあるとは聞いたんだけど、いまだに何も見つけてないのがちょっと気になる。でね、もう一つの動物小屋の拡張のためにも石もたくさん欲しいんで頑張ります。これって倒せないの？これはなんだ？おお！こうなるわけだ。しかも、なんだ、上に上がれる階段どこ？やばい、体力がない。あ、そうか。一旦下に降りればいいのかな。こっから一気に上まで行けるんだろうか。強くなってるな。イリジウム、これは無理。少しずつ。これで今リジウム、よし。
優順功績5つゲット。帰ろう帰ろう、もう死ぬわこれ、やばいわ。でこれ何かを持ってここに立つと何かイベントがあるという情報は聞いたんだけど、何を持ってくればいいんだろう。誰かの知ってたら教えてくださいまし。あそこの真ん中に立つ、何かを持って立つ、何を持って立つ、あと何かプレゼントする。彼女の好感度も何を言ってくかな。卵でいいや。全員を彼女にするっていう野望もそろそろやろうかな。まだまだ全然だな。とりあえずこれを植えてみるか。古代の種はこっちでいいかな。それに出とこれでいいか。こんなもんですね。それで、はい、動物動物。ふぅ。あ、もう寝に。あ、もう8時。早っ。体力やば。これで少しでも。間違え。何やって。
まだあと卵の回収が残ってるんだよ。体力が。チーズメモいただきます。これで少しはなんとか。そろそろ牧草が足りないような気もしないでもない。明日あたり牧草買っとこうかな。卵がそろそろ多すぎるんですけど。10時半だよ。夜遅くまでお疲れ様っす。徹夜で作業してる、すごいな。大変だね、徹夜で。お疲れ様っす。それで、ようやく。処分するものは、こんなもんかな。ああ、まだ、まだ。夜になってきました。12時です。寝ます。そこで、子供も寝てるし、犬も寝てるし、嫁さんは寝てる。はい、というわけで、今回はこんなところで終わります。3年目春9日目終了です。お疲れ様でございました。というわけでですね、今回もこんな、ちょっとペース配分を見直そうかな。3日間やってみたけど、こんな感じでございます。というわけで、今回はこんなところで、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。